あの人はオーラを吹きました。突如刑事本の丸見えに嘘つきだけを見透かしてつける。まか不思議携帯。標的はあの音楽人。還元され尿性踏み込み恋心さえ踏みつぶして遊んだあの時の私も好きだった憧れてた人はやっぱり嘘つきで断罪とか全然知らない誰に言うでもない独り言を傘しちゃうバカバカまたなるけど